浮かれた分の街にもない女の子よのに夢を投げる許せないぜ君は繋いで You're the lady, madam, so lonely boy in town 赤タバコ吹けしたブルーゼリー噂の恋人よりをつけた仲騒ぎして Give me kiss tonightIt is the lady, madam, so lonely boy in town Tension, so loud 星を呼び俺たちを出す悲しみも今消える様子して Lost is my heart and my soul So what's a lost is my heart and my soul やるせないぜ君の Love Life You're just a lady but I'm so lonely for him downでも扇風機回しながらやってる扇風機の風の音の影響がどのぐらいのもんなのかちょっと分かんないですけど試してないんでもう暑くて扇風機回さなきゃここの部屋エアコン入ってないけど隣はエアコンついてるんですけどこっちついてないんで扇風機回しながらやってるんですけど、仕事帰りに奥さんは別の、仕事してるんで、落ち合うんですけど奥さんの車乗って帰るでセイムズとか、セブンガールとこの駐車場では落ち合うことの帰りですよでちょっともう仕事帰ったからちょっとおやつ買って帰ろうって俺大抵今暑いからクーリッシュアイス買って帰るんだけどアイスやっぱクーリッシュ一番好きだからクーリッシュ買って帰って食べるのがすごいちょっと楽しみみたいなとこあって前はっていうか今でもホームランバーどこだっけなローソンだけで売ってるのかなセブンだけだったか忘れたけどホームランバーのが好きでさよく食べてたんですけどホームランバーももちろん美味しいんですけどやっぱポロッと落ちたりするんでねそのなんてアイスの場合さそのなんていうの溶けて落ちる分もそう管理しないといけないでしょあれもテクニック食べるテクニックだからさやっぱり車の中でこぼしちゃいけないって言うんですよやっぱりねクーリッシュはその点すごく安心だしあとアイスだとなんか冷やし方まではその商品に含まれてないっていうかさ冷やし方はお店のさ勝手っていうかさやっぱりその技術はお店によって違うからちゃんとなんていうの食べ頃温度で冷やしてますよみたいなこだわりショップみたいなあんまりないから冷えてりゃいいんでしょみたいなねだからいい店もあるけど食べいい店ももちろんあるけどガチガチになっちゃっていつになったら食えんのみたいなさお店もあるにはあるそこの点クーリッシュはねこうやって自分で揉むからね揉んで程よく揉んだ後で食べるっていうのは流儀だからさクーリッシュの流儀だからさ、どこの店で買っても同じだよね自分で加減してから食べるんだからでクーリッシュがすごい好きなんですまあ何しろ暑いからこれからも毎日アイス買って食べるんでしょうけど去年までは白熊くんがもうメインだったんですけど白熊くんやっぱりこうすくって食べる棒のやつもありますけどすくって食べるやつ多いんでね今年はやっぱりクーリッシュがメインになるんじゃないのそんな気がしますけど